はい、じゃあ、先ほど断熱変化について紹介したので、その空気が膨らんだ場合、縮んだ場合、実験で紹介していきたいと思います。まず紹介するのは空気が膨らんで温度が下がる場合というのをお見せしたいと思います。こちら、ペットボトルの中にちょっとだけ水を入れました。で、これは100均とかで売ってるんですけど、その炭酸飲料がその炭酸が抜けないようにするために、こうキャップ型になっていてこうつけて、上から空気を送っていってこう炭酸が抜けないようにするグッズですね。で、それを使って今このペットボトルの中にたくさん空気を送り込んでいるという状態です。で、送り込んで、最後にこの栓を外してやると最初に言った、断熱変化的に、空気が膨張する、膨らむっていうことが起こります。で、じゃあこのペットボトルの中の空気が膨らんで温度が下がったらどういうことが実際に起こるのか、それをこれからお見せしたいと思います。